学祖遠くておぼつかなければ、御前に御ことども、御ことども召す。兵武卿の宮美は、うちのおとどわごん、の御こと、院のお前にたてまつ、お前に参いりて、金は、霊の大きい音と,と賜たまわりたもう。去る意味じき上手の優れたる御恩手遣いどもの、つくしたまえる根は、たとえんかたなし、宋賀の天井日と田三郎、 穴とうと遊びてついに桜人月おぼろに差し入れておかしきほどに中之島の辺りにここかしこかがり火どもをともして近江遊び近江遊びは闇ぬ学祖っていうのはその庭園に設けられた学をそうするところ ですねうん、その額をそうする場所が遠くってちょっと心もとないからしてで、えー、味方のお前近くにことなんかを召し寄せてこれから減額四十層になりますかね始まるわけですね。大変な顔ぶれになるわけですが。 帝のお前にことなんかを持ってこさせたそしてまず兵部京の宮は琵琶棒それから内の弟、昔の唐の中将ですね、えー、はワゴンそれから宋のことはこれは朱雀院 お前に据えてそれから金のことはいつものように源氏の君が賜られてお引きになることになったそれぞれこの世もない上手が優れた恩手遣いどもお尽くしになるその根は例えようもない。 一方では、歌の方を担当している天井人が、たくさんお揃いになって、はべっている。結局、アナ・トート。アナ・トートってのは、神楽歌のあ、ごめんなさい、犀原の一つですね。アナ・トート。京の尊さや、いにしえも晴れ、いにしえも格やありけんや。 今日の尊さ哀れそこよしや尊の尊さいかにもこの場面にふさわしいような犀原をこの場合の遊びて楽を奏し歌を歌うことですね次に 曲だけでで終わらないで『桜人』これも季節に合った歌ですね。犀原の桜人それから月おぼろに差し入れておかしくほどに春のことですから。 朧の月が差し上ってくるころ中之島の辺りにここかしこかかり火どもともしてあたりがもう暗くなったからかかり火なんかをたいておおみあそびはやみぬこれでこの華やかな場面がとじめがつくわけ。 ここのところは須の院が帝のところへ帝が須雀院のところへ正月に仰をなさるそれに光源氏以下の重臣たちがお供をしてこれだけのなかなか賑やかな縁を持たれたということ。 物語の要所要所にこういう大きな一つの区切りのような形でこういう印象に残る宴があるわけですね。そしてそれが一つのこう物語の中の一段落を象徴するような形で織り込まれているわけです。ここで乙女の巻、もも、う少しありますけれども 大体こう乙女の巻の一つピリオ料とが打たれる感じこれからあと次にこの次の巻は玉らの巻ですけれど玉らの巻は今までとまたちょっと違った形であの夕顔の忘れがたみである女性がこ、うんうん、然とこう都へ出てきてそして意外な形で光る源氏に見出されて 運命が開けていいくという形になりますつまり、えー、一つの大きな段落がここでつくわけですねその役割をこの部分が果たしていると言っていい。